イテム番号。SCP-16 オブジェクトクラス。ガテル。特別収容プロトコル。SCP-16 は常に 5×5×5 メートルの部屋に留め置き、温度は摂氏0度未満であるよう調整してください。レベル4か5の職員の指示がない限り、SCP-16 そのものは常に収容室内のペトリ皿に留め置いてください。SCP-16 のサンプルを採取し複製を行うかもしれない場合には、事前及び事後に実験に関する完全な文書を提出してください。この手続きを怠ったら処分あるいは D クラス職員への配置替えとなります。認可を受けた職員のみが BC、L5 収容環境下で SCP-016 のサンプルを得て実験を行うことを許容されます。上述の手続きを踏んだにもかかわらずアウトブレイクが発生した場合には、基地の監督官はコードシグマ封鎖収容プランを施行してください。保安部隊は標準任務指向防護体制、MOP、対生物対化学装備を装着し、感染した職員がいたらその場で処分してください。感染を48時間後までに収束できなかった場合には、施設内各装置を起爆してください。残っていた職員はいかなる事情があろうとも退避してはいけません。SCP-016 は血液中で6時間まで、空気治癒で波数分まで生存できることが分かっています。説明 SCP-16 は血液感染性の病原体であり、の炭鉱深部で労働中に怪我をした甲府から回収されました。前述の傷は坑道の石炭粉で汚れていたので、そこで休眠食ガに感染したのかもしれません。その後数日にわたり、SCP-16 はまだ採掘所宿舎にいた従業員へと感染を開始し、それに伴い疾病予防管理センターの緊急部隊がエピデミックに対処するため派遣されました。その後財団職員が調査を引き継ぎ、侵襲を受けた部隊員を全員処分しました。患者0号は拘禁し、盾甲は爆発物を使い崩落させました。SCP-016 の潜伏期間は24時間から2年間にわたり、その長さは地域内における他の宿主となった人間の存在と人数に依存します。最初の症候は普通の風邪と似ており、目の痛み、鼻水、咳、鈍痛などの症状を含みます。第2段階は48時間以内に始まり、控えめな形態の出血熱からなりますが、これは微生物のせいで少量の血液が肺の中に吸引され、エアロゾル効果を生み出すからです。第3段階では、宿主は、致死性大量出血。つまり全ての人体開口部から激しい出血をします。出血部位は鼻、涙腺、肛門、毛穴、口、尿道、女性の場合には、膣などです。最終地点は血圧ロケット花火です。宿主は血を吹き出して5メートル以上もの距離を飛ぶ射出物と観察されました。もし宿主がこのほぼ全ての血を失う事態を生き延びたなら、病原体はもう一度休眠状態に入り、潜伏段階に戻ります。エボラやマールブルグといった多種の出血熱と SCP-016 を区別するものは、高ストレスへの得意な反応です。被験者を高ストレス環境、生命を脅かす危機のような、下に置くと、微生物は DNA レトロウイルスへと変異し、生存戦略を高速繁殖から宿主 DNA の書き換え及び細胞分裂の高速加齢期に変更します。主な生理学的変化は最初の24時間以内に起き、体の再構成が完了するのは2週間以内です。ほとんどの宿主はこのプロセスを生き延びられません。人体には重い要求だからです。その変身に伴う興味深い副作用として、攻撃的衝動の増大があります。これは狂犬病と同じような仕方でウイルスの最大限に拡散しようとしているからかもしれないと信じられています。別件ですが、変身治癒の被験者にはもう SCP-16 による出血が見られなくなります。しかし、変身した宿主から染めされた被験者は変わらず普通の SCP-016 感染段階を踏むことになります。ホイ SCP-016 の変身能力に関する実験記録。被験者 D-016、1SCP-16 に感染した D クラス職員。最初の症状を示したところで、被験者の宿舎に4時間かけてゆっくり浸水させた。SCP-016 は経形成状態に変異し、被験者の肺をエラに変身させた。被験者はさらに2週間生存したが、これは SCP-16 が手足をヒレに変身させ、眼球を萎縮させ、クジラ目に見られるような反響低位能力を持つよう聴覚を増強したためである。被験者は宿所から水を抜いて窒息させることで処分した。死体はその後検視解剖せずに焼却。被験者 D-016 に SCP-16 に感染した D クラス職員。最初の症状を示したところで、被験者の宿舎に4時間かけてゆっくり浸水させた。
SCP-016 は経形成状態に変異し、対象に筋肉の急速な発達と拳の骨のさらなる発達を引き起こした。その後被験者は強化構成ドアを殴って破ることで幽閉状態から脱出しようとした。被験者は成功せず溺死。中同じ状況で2つの別の反応か。興味深い。博士。被験者 D-016-3SCP-16 に感染した D クラス職員。被験者は元科学技術者で、浮気を発見したため妻を毒殺したものである。最初の症状の示したところで、被験者の縮小に4時間かけてゆっくり浸水させた。SCP-16 は経形成状態に変異し、被験者の腰部に、1つの房室と2つの別々の管からなる特異な組織を成長させた。組織は水を取り込んで膨らみ続け、それは財団職員が SCP-016 がしそうなことに気づいて被験者を銃撃により処分するまで続いた。機関内部にはいくつかのアセチレンと酸素で満たされた機能が見られた。被験者 D-016-4SCP-16 に感染した D クラス職員。被験者に翼を作ろうと集中するよう指示。特にストレスはかけなかった。SCP-16 は経形成状態に変異しなかった。被験者は第3段階の間に放血し。被験者 D-016-5SCP-16 に感染した D クラス職員。被験者に翼を作ろうと集中するよう指示。そして縦鋼の305メートル、1000フィート、上に吊るされたアクリル製の箱の中に入れた。箱の外にタイマーを置き、被験者には箱を落とすまでの時間を表示していると伝えた。SCP-16 は経形成状態に変異、被験者の左手首に蜘蛛のダシート突起と似た触手状の器官が発達。被験者は前述の器官を箱の空気穴から伸ばし、丈夫な絹用の物質を押し出し、それからその物質を箱がケーブルから離れないようにするのに利用した。被験者はカウントダウンが0に達したところで爆破処分。